カテゴリー、高等学校カテゴリー、日本の高等学校カテゴリー、日本の専門学科設置高等学校カテゴリー、日本の農業に関する学科設置高等学校、林業高等学校林業高等学校とは、主に林業についての専門技術や知識を習得するために、林業系の農業に関する学科が設置されている高等学校、農業高等学校の一種とされることもある。 林業系の学科は農業に関する学科の一種であり、主に農業高等学校や農林高等学校に設置されている。単独で職業高等学校を構成することは少ない。学校の名称に林業高等学校の語が含まれているのは、現在の日本では静岡県立天竜林業高等学校の一校だけであったが2014年3月31日を、 もって並行したため存在しない。その他に、奈良県立吉野高等学校の前身の一校が、奈良県立吉野林業高等学校を称していた。また、林業高等学校も、大分県立北林業高等学校の一校だけで、ある。林業高等学校と同様に、山林高等学校が、かつて存在した。山林高等学校の語が含まれていたのは、 長野県木曽山林高等学校の一校だけであったが2009年3月31日もって並行した。現在は長野県木曽青、峰高等学校が存在する。多くの林業高等学校で設置されている学科には次のようなものがある。ありがとうございます。